エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は攻撃初心者が打ち合いに勝つために覚えておきたい攻撃方法となります。トライスプリンガーだけに限らず、いろんな攻撃武器を使っていると共通の行動というのは多くあります。特に打ち合いにおいては前衛と違って攻撃なりの攻撃方法というのがあるので、知ってるだけで違うなとよく感じますね。ということで今回は攻撃武器で打ち合いに勝つために覚えておきたい行動を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルをオンしてくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず打ち合いにおいてですが、敵の前衛を見つけるというのが一番大事です。というのも、相手の前衛の場所によっては後衛は攻撃は愚か、行動すらまともにできなくなるというのがあるためです。そのため相手の前衛の位置というのは常に把握しておき、牽制しながら押さえつけることが重要となってきます。前衛武器というのは上手くなればなるほど爆弾やスペシャルに隠れて前線を上げてくるんですよね。そういった相手に後衛ができることは、早めに見つけて攻撃をしながら抑え込むということが大事になります。後衛が不慣れな時期にやられることが多い原因というのは、相手の前衛の処理のしきれないことが原因となります。まあ、そこから追いかけ回されてデスにつながるというわけですね。味方がやられても相手の前衛を倒せれば防衛の成功にもつながりやすいので、しっかりとマークをしておくようにしましょう。打ち合いに勝つにはまず見つけることが大事となります。続いては基本的な打ち合いに関してです。防衛の対面においては引き打ちは大事な要素となります。引き打ちについて簡単に説明すると、相手との間合いを詰められないように後ろに下がりながら攻撃をすることとなります。相手は追いかける状態となり、距離を保ちながら打ち合いをすることが可能となります。これがなぜ基本なのかというところですが、後衛と前衛の移動速度が関係しているからです。後衛武器に関しては攻撃しながらの移動速度は極端に遅くなってしまいます。さらに異界移動をすると次の攻撃まで時間がかかるという武器も多いですよね。ですが前衛は機動力に加え、次の攻撃をするまでの時間が早く、異界移動を挟んでも有利に動けます。この時間差を埋めつつ前衛の対処をするためには、後ろに下がりながら攻撃することが有効となるわけです。その場に立ち止まって攻撃をしてしまいがちですが、下がりながら攻撃をするようにしていきましょう。対面中は前線から離れてしまいますが、有利位置を取りながら戦う方法としてはとても便利な方法となります。これは場合によってはスリップダメージですね、足元のスリップダメージも狙えますので、キルが狙えるということもあります。続いては壁を使って誘い出す方法です。壁を使えと言っても使い方がいろいろあると思いますので、いくつか紹介したいと思います。まず壁を使った基本は、壁にひっつきながら対面をする方法ですね。壁を使った顔出し打ちですね。これはスピナー、チャージャー、弓で使う方法ですが、中距離武器でも有効な方法となります。基本壁を使って対面をしていると相手が近づいてくることが多くあります。もちろん我慢強く粘れることが条件ですが、相手が壁まで詰めてくるような感じであれば誘い込んで攻撃をしましょう。倒しきれない時はさらに後ろの壁に逃げ込んでどんどん引きつけるのが理想です。また壁を使った方法であれば、壁から少し後ろに下がって局舎で牽制するのもありです。壁の裏にいるのがバレた場合、ボムや局舎によって壁ギリギリを攻撃されるっていうことはあります。これが上手いプレイヤーになると綺麗に当ててくるんですよね。これをされると壁の裏にいてもやられちゃうので効果がなくなります。相手が局舎を使ってくるなら、少し壁から離れて壁を越えるように攻撃をしてみましょう。
この時にサーマルインクなどあると壁越しに確認もできますので、ギアとの相性も大事となります。まあ壁といっても被弾を抑えるだけではなく、誘い込むことも重要な攻撃方法となります。引きつけて引きつけて相手が体をさらした時にカウンターを入れるっていう感じですね。なので相手が血が出てくるなら誘い込んでカウンターをしっかりと入れていきましょう。続いては味方と挟み込む方法です。これに関してはいろんな人が言っていることですが、やはり基本の一つですね。まず味方と挟み込む状況ですが、射線を意識する必要があります。イメージとしては敵と味方で V を作るイメージですね。この V の幅が広いほど敵の視界外からの攻撃が可能となるため、より安全にキルを取ることが可能となります。単純に挟み込めと言われれば後ろを取ったりするかなと思うんですが、マップの構造上横並びでの対面が多くなります。後衛という立ち位置がある以上、裏取りや前衛よりも前に行くのは自殺行為となります。味方の前衛よりも後ろでかつ横に幅を取って V の形で対面するようにしましょう。ちなみにですが、 V の形が狭くなればなるほど敵の視界に入りますので、逃げられたりする確率がぐんと上がります。ただスプラス3のマップに関しては縦長のマップが多く、中央が広くなっている構成が多くなっています。そのため後衛が後ろに下がりすぎると味方と縦に並んでしまうため、挟み込みっていうのは難しくなりますね。前衛が前に出る味方ならまだ合わせることは可能ですが、そうでない時は自分でも中央を取れるように頑張って前に出たりしてみましょう。最後の打ち合いのポイントは高い場所から攻める方法です。これも打ち合いの基本ですね。特に後衛の場合ですが、高い場所からの攻撃は視界の確保だけでなく射程を伸ばす方法となるため、より有利に動ける攻撃手段といえます。視界が取れつつ射程も伸ばせるとなると、相手を抑え込む攻撃もできますし、相手が攻めづらくなりますよね。高い場所ほど積極的に攻めたいところになりますので、ポジションが取れた際は強気でいきましょう。また高い場所を意識すると通常の対面においても有利に動けます。これはスプラの局者を理解しているかっていうのでわかるんですが、スプラの局者はあるラインで極端にインクが落ちるようになっています。そのため射程の短い武器で高い位置に攻撃をしようとすると、局者を当てることっていうのがかなり困難なんですよね。ですが高い場所はこの重力を利用できるので、相手の位置が自分よりも低ければ常に最大射程を生かすことが可能となります。ちょっとしたことなんですが、同じ武器ミラー武器だったりでもこの射程差で対面勝ち負けが決まりますので、高さは意識するようにしていきましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。後衛初心者が打ち合いに勝つために覚えておきたい攻撃方法はいかがでしたでしょうか。今回は後衛の対面に重点を置きましたが、これは前衛でも射程があればある程度使える攻撃方法となります。射程をうまく使って打ち合いをするのであれば、有利な条件というのを知っておくのは大事です。この対処方法で少しでも対面が楽になれば嬉しいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。